皆様こんにちは韓中国ですアメリカ空軍は23日公式ツイッターで中国が2019年に打ち上げた衛星が18日に破壊されたことが確認され現在は原因不明で21個の破片に分かれていることを明らかにしましたアメリカ空軍第18宇宙管制通信隊は同ツイートの中で18日7時41分 中国雲海一号ゼロ二星衛星が破壊され、地球近くの軌道上に散らばった計二十一個の破片を確認したとし、アメリカ軍は宇宙飛行の安全性に関わるこれら破片の動きを追跡し続けており、解析も進んでいると述べました。中国航天鍵集団によると、主戦衛星発射センターは二千十九年九月二十五日午前八時五十四分に。 雲海一号ゼロ二星を打ち上げ、公式発表では当初衛星が予定軌道に無事に入り。ミッションは円満に成功したと宣言しました。大気や環境環境の探知、宇宙環境の監視を主な役割とし。防災減災を目的とした衛星であると述べました。中国共産党が打ち上げた衛星は、これまでもたびたび事故が起きており。二千十六年十二月二十八日に。 大原衛星発射センターが打ち上げた「後継1号は」は主衛星2機が予定の軌道に入らず打ち上げに失敗しロケットの残骸が河南省に墜落したという記録が残っています。2020年3月から6月にかけて改良型中型ロケット「長生7号」の初飛行が失敗したことインドネシアの人工衛星「パラパ N1」を「長生3号」 B 宇宙ロケットで打ち上げた際発射後50秒で爆発したこと調整5号 B ロケットが予定袋から外れたこと調整3号 B 宇宙ロケットの打ち上げ前に技術的な問題が発生したことなどが失敗例として挙げられます。計算上、雲海1号02星は打ち上げてから2年足らずで自ら廃棄したとは考えられません。 インターネット上では衛星が撃破されたと噂されていますがそれだと21個の破片しか出ないことはないためその可能性は低いと指摘されており衛星の破壊原因はおそらく宇宙の破片に衝突した可能性が高いですこれは中国共産党の近い将来を示しているというネットユーザーがいましたご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価と、 チャンネル登録をお願いいたします。